それでは川越の架け橋のお時間です。金曜日のこの時間はニューヨークの大橋小雪さんと中継をつないで、ニューヨークの旬の様子や楽しい情報をお伝えさせていただきます。今日はニューヨークの今の様子と、先週盛り上がりましたアニメのお話を少し、そして現地のおすすめスポットについてお伝えしていただきたいと思います。それでは早速お呼びしてみましょう。ニューヨークの大橋小雪さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。ニューヨーク大橋です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今のニューヨークいかがでしょうか。先週に続いて今週もとっても寒くてですね、日本に負けてないですよ、はい、今の気温がマイナス5度です。あ、いや、負けてないどころか負けてますね5度も日本というか川越ですね。そうですか、はい、そんな中ね、はい、あの小雪さんは暖かそうな、きっとウールの半袖ですね、ほわっとした可愛らしい綺麗なブドウ色のお洋服をお召しになって、スタジオから、はい、中継してくださってます。ありがとうございます。私家の中でいつも半袖で、これすごいね、気持ち悪がられるんですけど、実は今暖房入れてない状態でこの格好なんですよ。マイナス5度のニューヨークではい、暖房入れずに、暖房今ねちょっとまあ紅葉してるっていうのもあると思うんですが、もうこんな状態で、はい、ただあの日本、はい、小学生の頃見た、そう、私も子供の頃いましたよねって今そういうずっと1年必ず半ズボンで通す男の子とかはい、ちょっとそういう絵が浮かんでしまったんですけど、もしかしてそっちこれに近いかもしれないです。日本と違ってその結構壁も厚かったりとか、防寒も家がねしっかりしてるので、それもあるのはあるんですけど、今のところまだ暖房つけずにちょっと半袖で小学生気分に戻って、はい、北海道とかね、やはり家の作りが違っていたりして、北海道の方が関東来ると関東寒いってことよくおっしゃるのでね、ニューヨークいわゆる家の作りとかが違うのかもしれませんね。そうかもしれませんね。なるほど、またちょっと一つね面白い情報いただきましたね季節してそうですか。そうなんです、はい、なるほど、まあ、日本もそうですけどこっちも寒いんですが、ちょっとね、今日最新情報からでいい話題からちょっとお伝えしていきたいんですが、ぜひです、はい、ニューヨークも、はい、でしょう、はい、マンボウとかいろいろまた始まっちゃったみたいですけど、うん、ニューヨークもやっぱり ね、はい、そう、1月に入って今年に入っても感染者数オミクロンの関係ですごい増えてたんですけど、そろそろピークアウトかなっていう声も実は上がってて、早い、で そうなんです、まだもちろん分かんないんですけど、これなぜかっていうとね、実はアメリカのニューヨークの地下鉄が一部運休してたんですよ、これなんで運休してたかっていうと、従業員不足なんですよね。感染しちゃって。そうです、それがね、確か3週間ぐらい前からかな、ちょっとずつあの進んできてしまってて、確かに電車の本数今までより少ないなっていう感覚はあったんですが、これがね、昨日今日の話で、その地下鉄一部運休してたのが全て復旧したっていうことになりました。なので、まあ、感染してた人たちもどん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 回復に向かっている、回復したっていうところの表れじゃないかなっていうふうに言われてますね。はあ、なるほど。なんかね、これも期せずしてそういったことになったということですかね。日本はね、ピークアウトどころか今どん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 増えていっちゃってる状況ですけどね、まあ、ね、沖縄なんかではこう医療機関のスタッフがコロナに感染が多くなってしまって回らないみたいなことも聞きますね。成人式もね、あの沖縄いち早く中止ということでね、はい、ニュース出ておりましたけれども、まあでもね、そういう意味ではニューヨークは逆にもう出口に近づいてるかもしれないということで、で、出口が見えてくると日本もちょっと後追いな感じで少しずつ良くなっていくのかなって思いますよね。そうですよね、対策が立てられるかもしれないですしね。そう、本当になんか今までの傾向を見てると、こっちの後追いで日本も同じような傾向が出ているような感じがしてたので、これも日本もね、そろそろ、まあ、今ちょっと大変かもしれないんですが、回復に向かっていったらいいのかなっていうのと、またニューヨーク新しい試みを始めまして、コロナの検査キットっていうの、まあ、日本でもあると思いますし、ニューヨークでももちろん購入することができたんですが、これがね、昨日一昨日の話で
各家庭に4個セット4個で1セットこれを送付するっていうことが決まって、これねもちろん申し込みをしなきゃいけないんですけれども、政府の方に申し込みをするというよりも郵便局のサイトがあるんですよ。そこに申し込みをして自分の住所氏名何らかんらっていうのを入れると、各家庭に4個ずつこれ無料で配布するっていうのが決まりました。で私も一昨日申し込みをしました。ごめんなさい小雪さん、これ分かったらでいいんですけど、アメリカで N95 マスク、あれをこうなんですか学校に行く家庭に向けて配る動きがあるみたいなことを聞いたんですけど、どうなんでしょうか。素晴らしい。これね実はこれもお話ししようと思ってまして、これが本当にそのキットの話、検査キットの話を受けて、これも今日とか昨日とかに、話が出てきたんですよ。じゃあこの N95 もうこれは CDC で今、アメリカ疾病対策センターで推奨されてますので、それをつけてくださいっていうふうに言われて、このところすっごいしてる人が増えてきたんですね。あれ結構苦しいですよね。やっぱりそうですよね、私も前やってたんですけど、結構苦しいんですが、あれもちょっとファッション性が出てきて、赤だ緑だなって、色んな感じで、すごい有名な感じでしたけどね。そう、地下鉄でもそれしてる人たちの姿が見えてて、さっき話した検査キットの話、無料で配布ね、それを受けて、じゃあ今度は N95 のマスクを無料配布しましょう。これもほぼ決まり、まだ予定らしいんですが、ほぼ決まり、1人につき3個無料っていう話が出てますね。へ、太っ腹ですね、3個無料。そう、まあ、要はあれですよね、1個ずつで使ってって、で残り2つはなんか干しとくかなんかしとくと、何十時間とかで滅菌されてみたいな感じなんでしょうね。なんかそんな話聞いてます ね。私もだからね、どこまでどうすればいいのかっていうのは実際にはわからないんですが、そういう話は実際に出てますね。なるほど、いやすごいです ね。じゃあぜひ日本もね後追いで見習って ね、そういったことをできるといいですよね。まあ、アベノマスクでなかなかね、なんか残念ながらこう余っちゃったみたいな話も聞きますからね。今度は必要なものがうまく ね、日本でも渡るといいなって思います。必要なものがっていうところですよね。そうだからやっぱり需要と供給のバランスって大事だなっていろいろとね考えさせられる部分あったりしますが、バランスですよね。まあ、ね言うだけならいくらでも ね言えるんで ね、そうですね、なかなかねきっと政治家の方々難しいところだと思うんですけど、でもね、大変ですけど、まあ、ニューヨークもこうやって実行してますから、もうで無料キットなんか殺到してますので、もうぜひ進めていただきたいなって思うのが、まあニューヨークのいいニュースですね、最新情報ということで、で先週アニメの話をしたじゃないですか、はい、これがまあなかなか好評というか意外と反応があるんだなってやっぱりみたいなところだったんですけど、これ先週お話ししたかどうか、ニューヨークの中に某有名な日本の本屋さんがあるっていう話しましたっけ。はい、伺いました。でそこね2フロア、あ違う3フロアに分かれてて、その一番上が2階1階地下って分かれてるんですけど、一番上の階がもうがっつり1フロアアニメコーナーになってるんですね。これ日本人対象だけじゃなくて、どちらかというと私も先週行ってみたんですが、外国人、日本人以外の人たちが非常に多いなっていう傾向で、その本屋さんがおすすめしている、おすすめっていうか、今年の昨年の売り上げのベストなんちゃらがあったんですが、その中からちょっとピックアップして、ベスト3っていうのをちょっと紹介したいなと思ってまして、はい、私分からない部分あるので板倉さん補足お願いしたいんですが。いやどうかな。できる限りで、はい、まず前置きとして傾向で言うと、やっぱ少年系のものが多いという、売れ行きがいいという話が前置きであって、第3位がねチェンソーマン。チェンソーマン、はい、私わかります。ちょっと一瞬すいません、初めて間違えてないですよね。チェンソーマン、チェンソーマンアニメ、はい、日本のアニメですよね。はい、はい、これ日本のアニメ、これリスナーの方もし分かったら補足でお願いしたいのと、そうですね、第2位が
そう、第2位これ絶対わかると思います。鬼滅の刃、はい、うん、これが第2位だそうです。で第1位が呪術廻戦。へえ、いやジャンプ強いなと。あ、さすが板倉さん、これ全部少年ジャンプだそうなんですよ。私も知らなかったんですが、私もチェンソーマンは初めて知りました。結構売れてるんですね、累計発行部500万部っていうところで。はい、そうなんですよ。だからやっぱり日本のアニメの人気もすごいですし、それだけ注目が集めているので、今年はまたさらにね違う流れになっていくのかなっていう感じがしますね。いやー、それはすごいですね。でもやっぱジャンプが強いのか、なんなんでしょうね。ちょっとそのあたりね、少しずつこう深掘りしていきたいなって私個人的に思ってるんですけどね、あとはヒーローものがいいのかな、確かにそうかもしれないです、あとは先週の話につながるのかもしれないんですが、コスプレがしたいとかそういうのもあるかもしれないですね、なるほどなるほど。コスプレもね、あのそんなに海外で普及してるとは思っていませんでした。あ、ね、本当ですか、アイススケートの選手とかね、セーラームーンの格好して踊ったりとかね、滑ったりとかされてましたけど、まさかね市民レベルまでそこまで広がってると思ってなかったので、そう、いやすごいなって思います。面白いもんですよ ね、そうなんですよ、はい、そのあたりがまあ先週につながるアニメの情報でですね、さっきお話ししたその日系の本屋さんっていうのがブライアントパークというところの近くにあるんですね、で今回あの共通テーマとして、おすすめスポットか、これで私がおすすめしたいのがブライアントパークというところでですね、マンハッタンの中のミッドタウン真ん中あたりに位置しているブライアントパークなので公園なんですけど、まあお二人多分セントラルパークはご存知だと思うんですが、ブライアントパークそんなにね規模は大きくないんですけど、とってもあの癒される空間としてまあ有名な場所で、ニューヨーク公立図書館っていうのがあるんですが、セックス&ザシティってご覧になりましたかね。あ、大好きで。あ、本当ですか、はい、DVD も持ってしばらく見ておりました。あ、素晴らしいな峰さん。あの、ケリーが結婚式をする際に旦那さんが来なかった場所って言って分かりますかね。分かります。大きなビル、素敵な、建物が思い浮かびました。そうです、それがまさに図書館なんですよ。ニューヨーク公立図書館という図書館で、それがブライアントパークの隣にありますと。だからまあおすすめスポットとして私がこれを挙げてまして、ぜひ皆さんもですね、観光に来たらブライアントパークとそのニューヨーク公立図書館セットで行っていただきたいのと、ニューヨークって前も話したかもしれないんですが、もうおトイレが、トイレがもうとにかくないで、綺麗じゃないんですけど、このブライアントパークのトイレは日本並みに綺麗なので、ぜひ使っていただきたいっていうのもおすすめの一つですね。大事ですよね、おトイレね。本当ですよね、日本ってトイレかなり清潔だと思うんですよ、特色も出てますし ね、まあ、なんか中国の話なんか聞くとすごいですからね。ちょっとそうですよね、怒られちゃいますけど、文化の違いがあると思いますけどね、そうなんです、日本だともう駅でねおトイレ使えると思うんですが、ニューヨークは駅でトイレを使うことがほぼできないので、まあ、そういった意味でも公園にトイレがある、綺麗なトイレがあるっていうのはもう貴重な存在かなっていう感じもありますね、じゃあ行くときはチェックをしていった方がいいですね、おトイレの場所を必ず。それ重要情報ですね、もうまさにそうです、じゃないと大変なことになりますので。なるほどなるほど。いやそれはすごく勉強になりました、ね、今日ね、ニューヨーク行く前に必ず行く前にトイレをチェックしていこうと、ちょっと私あの比較的トイレが近いもので思いました。そうです、はい、事情報としてちょっとコメント控えました、今すいません朝から申し訳ありません、ちょっと僕も謹んでお詫びしてお詫び申し上げます、はい、すいません私が変なふりをしてしまったと思って、はい、大事なことです。ということで、はい、今回こんな感じです、はい、ありがとうございます。思いがけず面白い情報を今日はねいろいろ知ることができて楽しかったです。はい、ありがとうございます。皆様いかがだったでしょうか。小雪さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週もお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。